テレビアニメ幼なじみが絶対に負けないラブコメ、勝ち白草の子を演じます桜井彩音です。私が演じる白草はですね、清楚系クールな学園のアイドル、雑誌のグラビアもこなす芥見賞受賞の現役女子高生作家というですね、非常にハードルの高い、割と完全無欠に見えるようなキャラクターでございます。そしてなんと主人公末春の初恋の人ということで、実はここにいるんですけど、こんな表情もしてしまうですね、非常に可愛らしい女の子です。いつもこういう完璧に見える女の子を演じるのは非常に緊張します。ですが幼なじみが絶対に負けないという、タイトルの意味もちょっと考えながら頑張ってアフレコに臨んでみようと思いますので、ぜひ、テレビアニメ放送まで原作を読むなり、それともコミカライズを読むなり、いろんな方法でちょっと待っていただければと思います。テレビアニメぜひお楽しみください。よろしくお願いします。